はいえー、とそれではです、ねえーとこの、今回はです、ねえー、とゴブリンの、えー、ライブについて少し過去を振り返ってみたいと思います。えー、まず、えー、とこちらにあるのが2016年10月29日ゴブリンのライブということでサスペリア、えー、クラブチッタで行われたのが、えー、これですね、えー、前代未聞の生演奏上映一夜限りのライブシネマスペクタクルということで。 まあ、あの映画のですね生演奏というのは、生演奏というか、シンクロライブというのはよく行われてますけど、まあ、ゴブリンが、えー、映画に合わせてですね、ライブを演奏するということで、まあ、非常に盛り上がったということですね、まあ、すごくこれはソールダウトで、立ち見もかなり出た回ですよね。えー、ということで、あのこれに味を占めたかどうか分かりませんけれども、ですね、えー、と次に行われたのがですね、えー、と翌年なんですね、えー、今度はですね、サスペリア2、こちらがやはりですね、 川崎のちったで行われましたけども、えー、こちらはですね2017年10月28日、まあ、ハロウィン恒例という感じになってきましたよね、えー、約束です決して一人では見ないでくださいということと、えー、今回はまあ一夜限りのとかっていうのはないですよね、まあ、ちょっと地味な形のライブですけれどもねあのゴブリンは、えー、今年ですね2019年になって、まあ、北米ではサスペリア2をこうずっとこう シンクロライブのツアーを今現在やってるところですけどもねましたでまたこう味を占めたのかどうか分かりませんけども、まあ、翌年ですね今度は2018年10月27日ということで今度はですね、まあ、ゾンビですね、まあ、あのなかなかこうサスペリアサスペリアっつと来たらゾンビということで、えー、こちらもシンクロ演奏ということで、まあ、こちらもですね前代未聞の生演奏上演 一夜,限りの一夜限りのライブシネマースペクタクルということで、えー、ゾンビの演奏が行われたということで、まあ、これはあの、えー、とゾンビの場合ですねもう皆さんご,ぞあのご存知かと思いますけれどもジョージ・エロメロ版とダリオ・アルジェント監修版が2つあってですね、まあ、まさかですね、えー、ジョージ・エロメロ版をやってもゴブリンの音は非常に少ないので、まあ、当然ですねこれダリオ・アルジェント監修版ということで、まあ、ゴブリンのあの 音が炸裂するバージョンが演奏されたということですね。でですね、まあ、これでだいたい出尽くしかなということだったんですけれども、さらにですね、えー、と今年ですね、2019年10月25日、26日ということで、今度はですね、えー、と目新しいところがシャドウですね、これはもともとですね、ゴブリンというよりも、大元はですね、シモネッティ。 とですね、あのファビオ・ピニャッテッリ,テリーとマ、ねえーまあ、シモ・モランテというあの3人が集まって、まあ、ドラムスがないままです、ね、行われたあの演奏だったんですけども今回はです、ねまあ、その3人の音を、えー、ゴブリンというあのクラウド・シモネッティ・ゴブリンが、まあ、再現しているということです。で今度ですね、まあ、先ほどあのサスペリアのところにあったのとちょっと違って前代未聞の生演奏上映ライブシネマ・スペクタクルということで、まあ、一,一夜限り一夜限りっていうのがこれありましたよねこれ 一夜限りのライブシネマスペクタクルだったんですけど、これは、まああの、サスプレイ一夜限りではなくてです、ね、今度はこちらでアンコール上映ということで、なんかこう、あれでね、さらば宇宙戦艦ヤマトのです、ね、続編が作られたみたいな感じで、すね、まあ、ここでですね、前代一夜限りというのは消えたアンコール上映ライブという形になっているということです。であと、これはシャドウの方なんですけども、これは大体こう打ち込みの音が中心だったんですけれども、今回ですね、あの ちあ全体のですね生演奏というかどういうアレンジになっているかとかですねその辺がちょっと今回は楽しみということで、まあ、25日26日ということで、まあ、あの2日連続のライブが開かれるということで、まあ、これはいよいよもうあの来週ということになりますのでこれは楽しみにしているという、まあ、あの皆さんも多いと思いますけれどもあの期待したいところです。